残り5秒久保田パスサイモンにはちょっと合わず狙いすぎましたね、西山です。三井がゴール下、おお、ホーキンソンダンク、マッチアップミスですね。一度通りそんなに変わりがなく、まあ、いい形、落ち着いた形でプレーが始まった。サイズ的に優位があるのは今は信州ですね、小野選手のところで。そうですね、マーシャルダンクでした。いいパスでしたね。マーシャルがついているが抑えました。さあ、そしてマッケンリーがマーシャルに渡して、ね、ダンク、しっかりと引きつけてノールックパス出したんですよね。上昇軍団と呼ばれてきた三河ですが、パス三井よく見ていました。マーシャルです。時間を使います、渋谷。あっと、奪った大崎、2対1。ホーキンソン叩き込んだ。スタンドバイになりました。さあ、走っているホーキンソンにとってホーキンソンダンク、マッケンリーからでした。ブロック飛び出しました。いいブロックですね。そしてマーシャルが止めた。西山からホーキンソン、空いている。タイムアウトかけま す, ます、ね、これはタイムアウトをかけます。フィニッシュですね。あ、ディフェンスの2人は間を通して、そして裏がガラ空きでした。あー、コーナー3、フリーで打つが入りません。今日はことごとく3ポイントが入っていません、信州ブレイボリアーズ。しかしダンクを決めていった。栗原が近くにいる。そしてマクヘンリーが外に出して、ホーキンソンがダンク。ホーキンソン選手、ここはビッグプレーです。3クォーター終盤から素晴らしいプレーを連続させたんですが、このオフィシャルタイムアウト手前の2分間。